UI 使ってないの。アイドルの始まりました。今日一人じゃないんです。ここの中にいるんですけど、先に対策してるよ。こうだこうだ、対策してる。で、なんかあったらと、下ネタはいいよ。で、応援してねと、ダンと、はいよと、はいはいと、そういうわけでと。じゃあっすね、パソコン映してもらっていいですかね。今日僕がもう映さない日です。こんな感じかな。これってどうやって大きくするのかな。あ、わかった、こうしよう。ここにあーちゃんでかく映そう。じゃーん、あ、いいじゃん、これ。どうどうどう、スタッフさん OK ですか。え、わかんない、全然見れてないの、私。あ、いいよ、なってんのか、いいの。うん、オッケーオッケー、いい感じ。じゃあ可愛い顔出しといて。 OK、 ちゃんと映ってるから。映ってんの。うん、ちゃんと出てる。じゃあやるよ。うんうん。キクリンのおっさん営業バザーイエーイ。じゃあ、あーちゃん映ってるか、イエーイとか言ってよ。あイエーイっつって。あ、本当だ、映ってる映ってる。あ、それ YouTube、 映ってる映ってる。 YouTube で出るんだっけ。 YouTube じゃない、なんか出てる。おう、それだ。うんうん、オッケーオッケー。これさ、こうするとこうなっちゃうんだ。なんかこのこれをでっかくしたいんだけどね、こいつをね。ん、あ、この画面を。うん、この方がでっかくできない。全画面にしてもダメ、これを。うん、こうか。あ、できた。じゃじゃーん、お、すごい、もう完璧だ。イエーイ、できたぜ。よし、やろう。じゃあ今日こんな感じでお届けするでいいですかね。はい、じゃあやるよ。あーちゃんさ、はい、どこいんの。え、どこいんの、今どこなの。私実家。実家絶賛実家。絶賛実家。どう、実家楽しい。楽しい。そっち寒いの。寒いよ、もう暖房毛布ですよ。暖房毛布。え、な、何度なの。東北地方ですけど、な、何度。この間16度とかでしたね。16度。うん、夜とか14度とかで、すごい寒かった。へえ、そうなんだ。いいじゃん、これ。むしろいつもより顔大きく映ってるよ。私、本当？あ、美人だ。どう、大丈夫？かわいいかわいい、最高だよ。大丈夫？美人だよっていう回。いや、本当やっぱ、あやめ、かわいいよね、本当ね。あ、よかった、ありがとう。どうしたん？え？どうした？なんでそんな美人なの？ありがとう。あと、なんかその、なんでその褒められ慣れてないの。さぞ言われてきて、どういうじゃん。これあれ、俺の顔まででかくなんだな。俺の顔はいいんだよ、どうせ。あーちゃんの顔だけでかく映りゃいいんだけど。え、すごい、何その画面。ほら、見えてる、そっち。見えてる、見えてる。うん、こんな感じになってる。まあ、ここ俺自由に操作できるから、ほら。すごい。もう、ワイプを自由に調整しながら。よし、どう、なんかどう、雑談ある。雑談。雑談。うん、なんだろうね、もうバタバタして忙しかったからさ。私、そうなの。何が一番忙しかったの。なんか面白い話がない、今。あ、そうなの。パッと思いつくのが、なんだろうな。じゃあ一回俺真面目な話するからさ。そう、途中でちょっと思い出すやつ聞こうて。うん、今日ってことで、めちゃくちゃ普通の研修やります。今日真面目モードだよね。いや、もう真面目ちゃんと早速起きてきちゃったし、うん、型の信用、浸透と運用って話を今日皆さんしたいんですよ。で、まあ僕がいたリクルートって会社なんですけど、要は価値パターン、型っていうんですけど、を成果に結びつけてたわけですよ。で、みんなが優秀な仕事をできるようにするっていうのを徹底して向き合ってきた会社が、まあ、ここなんですよね。で、どうやるのかっていうと、優秀な社員が価値パターンを作るということなんですけど、高い受注率と高い再現性を実現する営業パターン、これですね。これを作ってくださいと。これね、優秀なやつが作るんです。で、 PDCA サイクルを通じて誰に何をどのように売るのかを明確にする、まあ、戦略戦術を明確にする。
みんな適当にやっていいよってやらないんですね。とにかく優秀な人がいたらそれをよし真似するぞって言って全員に真似させるっていう、そういうことをやってきたと。これね、型っていうんですよ。で、これがね、その人だけができると、どうせあいつだからできるんだよ みたいな。もう一回やろうか。ちょっと今面白いとこだったから。ごめんね、今。今面白いとこだったから。顔見てなかっ たあ、顔わ。見てないんだ。そっ か。こっでもち見見ちえ、ゃってあ、た。こっち見ちゃってる。見えてんでしょ、顔。見えてる見えてる。見えてるけど、こうなんかこう、見えてるか、やっぱあーみたいな。り。どうせって顔、ごめんね、顔芸全然見てなかった。ごうっめんね。そ、今結構今日一集中したんだけどな。ごめんごめん、もう一回、おかわり。おかわり？いい。どうせ、あいつだからできるでしょ？で、これ消すのどうするのかな？消しちゃうの？ 消さないでよ。44歳必死の顔芸ですよ。まあでもさ、ほら、大体そう、やっかむんだよね。こういう、イケてる仕事するやつがいると、やっかむじゃん、みんなと。まあ、あなたも経験あるでしょ。若かりし、洋服を売り倒してたあの時期。そうね。でしょ？でも、真似すりゃいいじゃんと。っていうので、いい仕事をするやつがいたら、真似しようぜっていうのを声かけるの、これは経営者の仕事。で、優秀な社員はそれを、皆さん真似してください、こうやるんですよって説明するのが、優秀な社員の仕事。っていう、まず文化を作んないといけません。確かに。いけません。ダドン。そういう感じなんですよ。で、どうせみたいなこと言ったら、ダサみたいな。何どうせっつってんの？なんかそういう価値観ダサくない？みたいな。いい仕事ってみんなで分け合うのが普通じゃない、いけてんじゃない？みたいな。そういうね、世界観を作っていかなきゃいけないわけ。ちゅうのが1番ね。で、2番です。価値パターンを組織に落とし込む。まずね、真似しやすいようにマニュアル化。要は教科書を作んなきゃいけないです。教科書を作んないと、だって小学校教育だって教科書元にやるじゃないですか。社会人も同じですよ。教科書がないと真似できません。学べません。学ぶとは真似ぶと古来言ってたそうで、真似することが学ぶことの原点なんです。さあ、真似するように、真似できるようにするためにはどうすればいいのか。セリフまで書かれたマニュアルが必要ですね。ものをどうやって言うんだっていうね。まあ演劇の台本みたいなやつが一番いいですよ、マニュアルって。それみんなね、かっこよく抽象的にやっちゃうの。なんかざっくりね。課題を聞いて提案するみたいな。誰が真似できんだよ、その粒感で、みたいな。そういうことですよ。課題の聞き方っていろいろあるだろうし、課題ってそもそも何みたいな話だろうし、じゃあ提案するって何よというのもパターンが結構あるわけですよ。それをちゃんと一つ一つ丁寧に、誰もができる状態、高い再現性ってね、黄色で塗ってますけれども、再現性が、実現できるくらい、細分化するのが大事なんですね。っていうのがマニュアル化です。まあ僕はそれを専門に仕事をしてるわけですね。歌詞会やってやつですね。じゃあマニュアル作ったらいいのか。そういうわけじゃないんですよ。あ、出た出た出てた。よし。いや、出今、てたな、今。あれだよ、俺、これ難しいな、これ。難しいだ見ろ。ながらあれチェックだよ、しなきゃいけそうないだよ、パそうターだンね。よ。俺もう今から抜き打ち顔芸検査システムで教育よ。あれだよ、安心してちゃダ顔メだ芸よ。も型ですか？ああ、もう型ですよ、これ。あ、型なのね。オッケーオッケー。何回でもできる。再現性だから。わ かりました。再現性だ、これ。わかるオッわケーオッかる。ケー。何回でもできるのが再現性で。抜き打ちチェック入るから気をつけてね。で、ドキドキしてきた。ドキドキ。そう。毎朝のロープレイ。これ練習しなきゃいけないんですよ。だ僕もこの顔芸をこうやって練習してまいち。見てるぞ。見てる見 てる見て見てるける。どリアクションしないって選今択を見したてな。る。見るのと反応するのは違うぞってことか。分かってるよ。大人だから分かってるよ。傷つかないように防御する力ぐらい持ってるよ。ちゅうわけで、毎朝練習をしなきゃいけない。ロープレをすると。で、あとはね、型を礼賛する風土ですね。売ってるだけじゃ褒められない。ノウハウを発信してるのはダッサ だっていうやつね。
で、そして型と行動 KPI の、まあ、進捗管理およびそもそもの行動 KPI 設定を連動させると、まあ、いう4つのステップが非常に大事で、これをやると価値パターンが組織に落とし込まれるわけでございます。いい話してんだよこれ実は。でね、最近ちょっと型作りを、やっててえって思ったことがあって、型を作ったらそこにね押し込められるんじゃないかとか、決まった型ばっかりやらなきゃいけなくて自由度が低いんじゃないかとか、なんかね牢獄牢屋なんか囚われの人みたいに型を感じる人が一定いるのよ。いやそうじゃないと、まずはめちゃくちゃいい型を作るからその通りやってくれれば誰もがいい成果を上げられる、それが型ですよと。でそれよりもいいものを作って、それよりも高い受注率と高い再現性を実現できる型ならそっちにどんどん乗り換えていくと、それを型というんですよって言ったら、そう結構そういうなんか優しいところあるんですねみたいなこと言われることが実はあるんですよ。型って言うと絶対守んなきゃいけない、変えてもいけないみたいないうふうに思ってる方いらっしゃれば、それノンノンノンです、違うんですよ、もっと自由ですって言いたい。はい。で価値パターンを進化させるっていう話なんですけども、チーム全社まで自分のナレッジを発表できる機会作りと、まあベストプラクティスコンテストとかロープレ大会とかいうのをやりますと。まあなんか発表して評価して優勝とか決めるとか、なんか競い合うとか、そういう大会ですね。やっぱそういう発表する場がないと、まあピアノとかね、例えばバイオリンとか何でもいいんだけど、発表会があるから練習するじゃないですかってことですね。発表会をしましょうとっていうのと、ナレッジの共有やナレッジの活用を評価する人事制度の仕組みですね。結局業績数字ばっかで評価してて、なんかそういうノウハウとかナレッジ型を、一生懸命発信した人を評価しないとなると、まあ給与に連動しないと人って動かないんで、そこだよね。おペロンそこだよねペロンと、もう一番のさ、ステップ1よ。あいよ、そのなんだろう、例えばさ、優秀な社員のじゃあこの人の真似をしようってなった時に、真似されたくないっていう人間もいれば、こいつの真似をしたくないよっていう人間も出てくると思うの、だからこの人のアイディアとか、そういうなんだろう、この人のやり方いいからみんなで誰々さんみたいにしようぜってなったとしても、俺あいつのこと嫌いだから真似したくないよっていう なんか不満みたいな、でこの人はこの人で、いやもうなんか真似されたくないんだけど自分だけのなんかパターンがあるのにみたいなのが出てきちゃう会社もないか、誰かあるか私はねそういう会社だったからさ、あ自分でそのパターン見つけて自分の、なんだろうな、その価値パターンを自分で探さなきゃ、でそれを発信したとて、なんだろう、いや別にあなたの真似なんてしなくてもいいわ、みたいな、あここ顔芸だったごめん、もう一回言って、顔芸、今顔芸したの、いやいややめとこう、ふんってねっていうね。だからここの一番から私は難しいなって思ってしまった。そこから人間関係がね、ちゃんとうまくいってれば2番3番はスーっていくんだろうけど、一番の時点でその、なんだろう、その社内関係環境が悪いと、なんかうまくいかないような気がしちゃって。あーそれねめちゃくちゃいいこと言ってるよ、あいつなんだよ結局キレいいじゃんかよ、出たよウイスキー飲んじゃっていいよあそれねその通りだわ、そうそう、いや俺ね、まあこういうコンサル屋さんやるわけじゃないですか、で型いいよって思い込んでさ、でそれをみんなにさ、伝えたいし広めたくてさ、まあ、やってるわけじゃん、そう鼻くそごめんね、いいよいいよ、今日はティッシュ使い放題なもんで、あ、そうかそうか、こちらにいないから、あ、そうか、え、こっちでもやってんじゃんいいよいいよ、あの ね、あ、そうそう、なんかさ、そう、その組織のさ人間関係がベースにちゃんとないとさ、こういうさそうちょっと頭よそげなことって乗っかってかないんだよね、そう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 、
それは何が原因って結局プライドじゃん、うん、その自分のプライドを捨ててどれだけその人の、うん、なんだろう意見とか、うん、そのやり方、うん、作ったものに乗っかれるかどうか、そのなんかさっき言ってたさ、そのなんだその型にはめられるっていうのはその牢獄みたいなそういうのになっちゃうんじゃないかっていう意見があるってことは、うん、やっぱりプライドが高いんだよね、うんうん、なんかそういういろんなもん何かが捨てきれないから、うん、嫌だなとかはめられたくないなみたいな考えになっちゃうんじゃないの、うん、そうだよ、うん、じゃあごめん、いきなり2ページ目ですげえ脱線し始めてんだけど、ごめん、ね、もっと脱線させたいんだけどいやじゃあプライドってさ何すかって話してる時にさ、うん、そんなつまんないプライドとさ、つまんないのよ、うん、ちゃんとね会社の業績を伸ばすとか顧客に役に立つっていうことのためにやるっていうプライドとさあるじゃん、うん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 、なんかカスみたいなプライドさ、うん、だとさそうなっちゃうよね、うん、私がとか、うん、お前なんかマジどうでもいいんだけどみたいなさ、うん、そう、うん、プライドだよねその組織の構成員って、うん、そうだ結構ね、実はねこの型作りとかノウハウの型化とかって、うん、結構いろんな会社でやりたいんだけどうまくいく会社って、うん、そう限られてくるので、なんでかっていうと、うん、大体社員の文句が多いとか、うん、大体社員あそことあそこが仲悪いみたいな話をしてる会社はこれ絶対できない、うんうん、なんかこう派閥がね中で起きてたりとかさ、そうそうチームがなんかこうあってとかさ、うん、そうあるんだよね、民度なんだよ民度、民度そう道徳感っていうか民度に近いんだけど、民度が良ければもうこうなってっから、うん、もうね、うん、ある程度ねちゃんとしてれば、うんうん、ダダっていくと思う。だからもうこの中で一番このステップ1が重要だなって聞いてて思っちゃった、うん、そうね、ステップ1の手前のさステップ0の民度っつうのがあるんだね、うん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 、いやそれはさ、ちょっと俺結構早速なんかいきなりラジオ中に資料とか書いてあるいや民度だよ民度、あそれ、うん、いいこと言うわ、相変わらず切れてんじゃん、キレキレじゃんありがとう、どうしたんだよどうしたんだよ、ありがとう、さすがだな相変わらず、いやこれでも結構大事よ、うん、これなんつうの民度っつうの、なんつうの何度ってなんだろうね、ちょっとそう言葉にしよう、あこれちょっと今日言葉にするだけでも今日価値あるわ、もう確かに、これ、まあ、民度なんつーの民度、なんつんだこれ日本語でなんつーの、ちょっとスタッフの方に意見を、スタッフの方、スタッフの方に今あれだよ、打ち合わせしてる打ち合わせしてる意見聞こう、意見ちょっとこれなんつーのかなまずさ NG を言うとさ、なんだっけさっきのさ、うん、優秀層がさ、うん、層が何だろう、型共有しても、うん、しても何だっけ、従わないとか、従わない、なんて言うんだっけさっきのセリフ、何だっけプライド、何だっけどうせ私なんか、私は私のやり方があるとか、あうん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 、私は私のやり方パターンがあるかなとか、うんうん、自分で探したいとか、あとあの人嫌いとかね、あそう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 、あの人の言うこと聞きたくないとか、なんで私があの人の言うこと、うん、ねやり方にはめられなきゃいけないのみたいな、うん、なんで私があの人のねやり方を真似しなければ、うんうん、これ多いと思う、これ多いよ、うん、いや多いつか、でもここで苦しんでるかもしれない、多くの経営者ね、うん、だと思う、うん、で私の、うん、なんで逆に優秀層というか、うん、真似される側も思ってるパターンもあるからね、あいつに真似されたくないんだけどっていう、うん、ああなるほどね、うん、あいつに真似されたくないんだけど、あーあるよこれ、あるよねあるわというなんだろう競技のプライド、うんうん、プライドによりそう、うん、なんだろう、型発信が進まない、うんうんうん、進まない場合は、うん、まずはその
組織風土を変えるところからスタートする必要があると、うんうん、そう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 、型だけが一人歩きするからね、作ったとしても誰も真似しない型だけができて、うんうんうん、そうだね、こうなるとね、うん、やべ、ちょっと、よし、ちょっと、よいしょ、あ、これいいこと言った。変えずに型だけ作るとそれが一人歩きすると、うん、まあ形骸化だよね、うん、そうだね、こういうこと合ってる、うん、うん、合ってる合ってる、いいこと言った、そうだわ、いや、そう、なんかね、だから実はね、いろいろさ、コンサルも80社以上やってんだけど、一番昔のナレッジマネジメントなのよ、うん、いつもハマり悪いなとか思ってたんだけど、うん、今日分かったわ、なんでかって、そうだよ、ここだよね、これだよいや、俺が勉強になったわよかった、今日来て、今度からこれめちゃくちゃ自慢げに知ってますよここだよ、これだわ、これなんつーの、これなんつーの、まずあれだ、組織、工事の高次元のプライド、高次元のプライド、プライド、視界高いか、視座の高いプライドの装着が必要なんだ、うんうん、組織風土確認って感じかな、うん、あれだ、なんだろう、うん、ゴミプライド撲滅、ゴミ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 クソプライド、ゴミクソですよ、ゴミプライドの撲滅と死者の、これどう、この言葉遣いどう、ゴミプライドの撲滅、これだよ、これですよ、ここ太字だね、ここだなあ、これめっちゃいいよ、あ、このページ超いい資料になった、あ、よかった、いや、ありがとう、素晴らしい、どうもありがとうございます。すいません、なんかその通りだわ。じゃないとまずさ、優秀な社員が勝ちパターン作ろうと思えないよね、これ。うんうん、どうせみんな、なんかブーブー言われるから。うん。ね。そもそもこれあれだな。周囲との信頼関係がないと。うん、勝ちパターン、型を作る気にならないな、うんうん、だからなんかこう作る側の人たち、うん、作ろうぜとかって言ってる人たちだけが張り切っちゃって、うんうん、なんか一生懸命頑張ってる感じになっちゃうよね、なるね、これだ、競技のプライドね、今日なんだろう、視界、視座低い、視座低い、ゴミプライドでいいや、ゴミプライドそうプライドって言葉に謝れって思っちゃいつもね、うん、ゴミプライドね、ひでえ、こうだ、うん、おこのページ超良くなった、ありがとう、すごいわそうだ、リクルートって会社、これさ、圧倒的当事者意識とか経営者主義っていうので、ここがないんだよ、うん、うん、ないからね、リクルートが稀なだけで、一般的にはこれで溢れてるから、うん、そうだよ、うん、これがない人たちの集団でしょリクルートはそうそう、あ、意図的にこういうのね、うん、あのダッサッつって削除してくるんだよ、うん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 、だから戦略戦術と落としやすいんだよね、そう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 、だと思うよ、そうだわあ、 ありがとう、なんかものすごい達成感あるよ、なんか、いや、あれ、おお、出たねえ、あ、なんかこの前さ、うん、なんかチンコに似たさ、物買ってチンコ持ちしたら、うん、チンコかぼちゃを持って母ちゃんに怒られてたよね、なんか、あ、怒られてた
あれは、うん、あれ何、なんだっけ、うん、バターナッツとかっていう品種で。バターナッツって、バターナッツ、はあ、なんか調べると出てきますよ。かぼちゃの品種で、グラタンとかかぼちゃスープにするとよくって。バターナッツね。バターナッツかぼちゃとかで、ね、うん、出てくる。へえ、それはちょっと売ってたんで。チンコみたいなやつがあるの、それの。そうなんですよ、これ。美味しかった、美味しかったよ。あ、本当だ、チンコっぽい。あ、あるでしょ、それをこうやってそのスーパーでやり始めたらめちゃくちゃ怒られたっていう。スーパーでやったのって言われて、スーパーでやって、これ買いたい、欲しいんちゅーって言ったのアホやね。で、写真撮って、もうすげえ怒られた恥ずかしい。あれ、母ちゃんはさ、その娘の下ネタ芸風は知ってんだっけ。知ってるけど、うん、もうすごい怒られる。あ、怒られるんだ。もうやめなさい。けどやるんだ、ちょいちょい。やる。これ美味しいんでしょ。あんまりやるから買ってもらった。そうね。確かこれなんか生々しいね。生々しい、色もさ、なんか肌色。うん、肌色だから。そうなのよ。こういう持ち方してたよね。そうこうやって持ちこの持ち方さ俺うん、Facebook で見て何面白かった、持ち方が受けたんだよねそう何チンコ持ちしてんだよと思ってあ、すいません、あのそれだけなんですけど、すいません、そういう感じです。いや、なんかちょっと達成感が出てさ急にあ、もうちょっと脱線しちゃったのね。脱線しちゃったね。もう急にもういいかなみたいな。もういいんじゃないっつって、うん、ちょっと先行っていい、一応頑張るわ、頑張るよ、頑張って。で、こっからが本題なんだ、実は。ああ、そうだね。もうベースができた上でのお話ね。そうなのよ。あ、はいはい。なんだよ、でも言われてみればそうだね。このベースがあってからじゃないとこんなしできねえわと思っちゃったよ。うん。うん。で、ちょっと真面目な話すると。はい。じゃあどうやって型をね、浸透させるのかって。今回ね、型の作り方じゃなくて浸透の話なんですけど。型の作り方はどっかでやった気がするんだよな。で、ステップ1、型がある組織のあるべき姿の可視化と共有というので、まずね、ゴールが大事なのね。うん。みんなさ、型作ろうよから入るわけよ。うん。じゃあさ、作った結果どういう状態なのっていう、そこをみんなで握ってないと、なんかみんな途中でやめたりとか疲れたりとか、これ本当に意味あるんですかみたいになったりするのね。ということで、型装着後の組織運営のあるべき姿、ゴールイメージを詳細化して映像化と、まあ解像度上げてくださいってやつね。で、これは経営ボードはもちろんのこと、組織長メンバーの全レイヤーが理解できている状態にしましょうと。誰かだけが理解してるんじゃなくて、これゴールイメージは全員で共有して理解するから、そこに推進力が生まれますよってやつですね。で、事業部長は、部長は、課長メンバーは型の浸透と運用に対して何を日々やっていくのかが腹落ちしている状態を目指してくださいと。うん。っていうのが大事なんですよ。一番最悪なのは事業部長が、お前らやっとけーとかって言って、あとはほっとくみたいな。いや、興味貸し持とうよ、みたいなね。愛の反対は無関心ですよ、みたいな。そういうやつですね。で、次に型の装着の計画策定と。で、この一番の状態にするために、誰がいつ何をどのくらいしていくのか、例えばロープレはどのプログラムを毎朝5分やるのかとか、イベントごとロープレ大会などはいつ行うのかと、イベントごとね、うん、などを具体的に可視化していってくださいと、うん、計画策定後、それがきちんと記録蓄積分析されるような、フォーマットを準備して、それを記入していくとともに定期的に振り返りを行う段取りも組んでおきましょうというのが、まあ、計画策定ですと。ドドン、どうもありがとうございます。これドドン言えづらいですよね、こういうなんか研修チックなのね。すいませんね、これね、ガチの研修今頑張ってやってまして、すいません、ありがとうございます。日々のね、アクションセールドアップの仕組み構築とだからね、型っていうのは常に磨かれていくものでございます。型を使う中で得た成功と失敗をいかに抽出して蓄積分析、型磨き込み、共有をするのかと、これをフローにして実際日々の組織運営の中に組み込んでいくのが大事ですよということでございますね。で、4番、型の運用及びモニタリングスタートと。型の運用が開始されたら、その状況が共有されることが重要ですと。
臨場感、盛り上がりの演出が型浸透の鍵となります。組織内で他組織含めた事業部内で盛り上げるにはどうしたらいいのか、これを考え実行する必要がございます。この4つをぜひやっていただきたい、はい、ここのタイミングで何かございます、うん、これはそのさっき言ってたベストプラクティス的なやつで確認をするの、評価をしたりとか、うん、何で確認をするの、はい、どういう、なんだろう、浸透してるかっていうのはどうやって分かるの、日々の、なんだろう、この例えば遅れちゃうか遅れちゃうかうん、あーなるほどね、早いな、理解した理解したちょっと早くね理解あ、なるほどね。いやでもさ、その質問まさにさ、この話をあるクライアントでやってて、うん、その話がめちゃくちゃ来て、うん、そこ一番心配すんだと思ってたの。うん、そこ心配するね。すげえな。じゃあ、そこからいくと、うん、まず何をするか、年間計画作ってほしいわけ。うん、いつまで何するよっつって、毎日ロープレー型 A から E まではこの半年間やって、うん、その後の半年間は XYZ やろうぜとか。はい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 、うん、でもそれはその組織の戦略戦術によって練習する型は変えてほしいんでね、出る試合によってさ練習の仕方変えんじゃんっていうね。うん、うん、新規を取るための型、リピートを取るための型、いやいや、なんかクレーム対応、クレーム増えちゃったらクレーム対応の型とかね。うん、うん、あ、じゃあ同じことじゃなくてそれぞれ違うことをやり続けるってことね。うん、そう、うん、っていうのもあれば、いやもう型 A だけでいいんだと、それさえバキバキ上手くなれば、うん、うちはめちゃくちゃ業績上がるだったら全然型 A だけやってくれてもいいし、とにかくそれ決めてほしいと、うん、いつどういう練習するのかっていう年間の練習メニューを決めてくださいって感じ。なるほど、うん、適当にやり始めないでくれと、うん、で、あとはその型を磨き込んだり、ロープレイ大会やったり、ベストプラクティスコンテストやったりっていうのがパパパパと置かれて、でさっきの質問に回答しますと、あ、まだ回答できないや。でそれを習字でね、毎朝5分ロープレイは、じゃあ月曜日型 A、 火曜日型 B、 水曜日型 C みたいな感じでやっていこうとか、習字ローダンプレイ、ロープレイは金曜日やろうとか、で競合切り返しトークロープレイは、じゃあ月1回最終金曜日にやろうとかでスケジュールを決めて、そしたらそれをちゃんとやりましたかと、玉木、徳永、奥田で、これさ資料作るときさ、玉木浩二、徳永秀明、奥田民生のつもりで作ったんだけど、クライアント誰も突っ込んでくる。気づいた気づいた いや言うべきか迷ったんだけどスルーした、うん、で俺もね、ここあえてそこまで笑いを取らずにスルッとさらっと流したから誰も突っ込んでくるんだけど、絶対気づいてるよ。気づいてるかな、言えないだけだよ。気づいてるかな、この流れの真面目な話の流れで、これ玉木浩二ですよね誰も言えないでしょそう、なんならアドとか入れてやろうかなと思ったんだけどADO ADO 入れてやろうかなと思ったんだけど夜遊びとか入れてやろうかなと思ったんだけどこれ誰も気づいてない、年代がもう古い、年代、そう44歳のね、僕の大好きなあれなんですけど、もしかメタリカとか入れてやろうかみたいな、ね、置いといてですね、そうそう、だからまず管理としては、まあ、やったかどうか追ってくれればそれでいいですよっていう、うん、じゃあやったけどね、下手くそにやられた時は管理どうするんですかって言われて、それはそれでチェックシートかなんか作って、うん、声が大きく出てるとか、このフレーズをきっちり入れているとか、ここでちゃんと合いの手返せたとか、チェックシートを作ってチェックをこうしていく、あ、でそれぞれ、じゃこれ5点とか2点とか3点とか、うん、そういう採点表を作ってやればいいんじゃないですかって言ったら、あ、それでできますねって話になったんだけど、うん、そうやって進捗管理していきます。うーん、じゃあこれでまた新しい型ができる可能性もあるってことだね。そう、練習していくうちに、うん、じゃあこの中で、じゃあ玉木さんがやたらクレーム処理がうまいとか、その型 C がやたらうまいとかってなったら、そう、またそれを新しい型に取り組んでいくっていうようなイメージ？ Yes! そう、うん、それを磨き込みミーティングっていうのを定期的にやって、うん、型をこう、まあ、いろんな型ができちゃうと大体できるから、それをこう寄せてみたいな、うん、うん、だから更新され続けるってことね。そう、
でね、最近ちょっと仏教にハマってんだけど。え、何？仏教に、仏教の歴史とかさ、そう。あ、タイ行ったしね。そう、そうなの。うん、で仏教はハマってんだけど、実は、うん、あの紀元前500年ぐらいにブッダが生まれて死んで、でブッダの教えっていうのは全部口頭で出されてたわけで、バーって。で弟子が3000人ぐらいいて、で3000人の弟子がブッダの教えだってバーってね、そのインド中をこう広めに行って、果ては世界各地に行くんだけど、ブッダが死んでから100年後ぐらいに、そもそもさ、これブッダの教えってこれ合ってんのみたいになって、一回さ集まってさ磨き込みミーティングしようぜってのがあったんだって。へー。そうで、それ紀元前400年に第1回結集って言って、うん、結果の結に集で第1次結集っつのがあんのよ、うん、へー。で実は、え、はい、どうぞ。ちょっと10秒待って。お、いいよいいよ、食べてて。うん、いいよ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。ブッダの教えあったわ。おい今さ、その話聞いててさ、うん、持ってるわ。うん、すごいじゃん。言いたかったのあったわ。あったわ。そう、これすごく、それだけ。そんだけない。そうね、第ブッダとブッダとニーチェがあります、うん。すごいじゃん。真面目か。モザイクここ。そう。結集っていう、ほら見て。第一次結集っていうのがあって。うん。これね、これで合計3回やってんだって。へえ、そうなんだ。あ、第一結集だ。第一結集、第二結集、第三結集っつって、あ、第4まであんのかな。へえ、ほら、社尊滅亡、あ、直ちにやったんだ。なんか俺が読んだやつね、100年後っつってたの。あ、そう。で、そう、ブッダの教え、当時さ紙なかったから、みんな口頭でやってっからさ、そうだよね、そう、だからナレッジマネジメント聞かなかったわけ。うん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 、集まろうぜっつってうんうんうん、でやったんだってさ。面白くない？だからこの型の磨き、これ実は紀元前からやってんのよ。ってことですよ。で一番正しいものとか一番クオリティも高いものにして、それをまたみんなでこうシェアしていく。うん、だけどどんどん変わってっちゃうわけ、いろんなやつがいろんなことやから。で、うんうんうん、第2第3っつって、うん、そう、磨き込みミーティング、仏教もやってましたってことですよ。あ、それが言いたかっただけなんですけど、うん、っていう感じです。仏教と同じです、はい、世界的なナレッジマネジメントですよね、あれもね、うん。で、あ、そう、戻していい。で、うん、あ、そうで、その前にまずね、そう、ゴールイメージをこう、もうごちゃごちゃ書いてるんだけどさ、じゃんじゃん、まずゴールをね、あの事業部長を部長課長を、まあ、片王子片女王とかあるけど、まあメンバーね、うん、全員でその型があるって状態を理解してほしいと、うん、いうので、型がある組織のあるべき姿をもう僕が勝手に作りました。もう これです。解像度高いあれ、うん、あのゴールっていうの、うんうん、であるべき姿例、まず A、 型が自走的に作られ磨かれるフローを各組織が搭載していると。まあさっきのやつね、作って集めて作って集めてっていうのを各組織が勝手にやってると、うん、で B、各事業部内の営業企画、営業企画ってここの人ですね、と事務局が連携して全社として型運用が進んでいる。で C、 各組織長が型の重要性を最も理解していて、組織長というのは事業部長とか部長とかね、うん、進行状況、計画値と達成度を常に把握している。で D、盛り上げるための舞台、社内 PR が毎日円滑にワークしている。 E、 ナレッジ創出観点でのヒーロー、ヒロインが、登場し、皆がそこを目指している。ああ、なりたいなってやつね、さっきみたいに、さっきみたいなやつじゃないやつ、うん、うん、あの人の真似なんかしたくないよじゃなくて、うん、真似したいってみんなが思っていると、うんうんうん、で F、 結果カタカにより若手育成の質と速度、エリア展開、新規事業立ち上げなどの速度が従来の数倍アップしていると、業績向上していると、そういう状態を目指してほしいですと、
で、レイヤーの皆さんには、まず部長さんね、型最高、たくさん磨いちゃってみたいな、もう盛り上げをお願いしたいです。型の重要度の啓蒙、各部の型の運用状況の確認、他事業部の状況把握と次事業部への展開、ヒーローヒロインの称賛、盛り上げの総本山はあなたですよ、ということね。まあ偉い人だから。で、この人がしらけたら終わるから。で、部長、部の運用状況確認と、他部の状況把握と、担当部への展開、ヒーローヒロインの称賛。ね、お前偉いじゃん、型作って。うお、そうっすか、ありがとうございます、みたいな。で、まあ、課長とかメンバークラスは、型の運用状況の確認、成功失敗の収集、型浸透装着のためのロープレイン用を、高 の状況把握と担当会の展開、ヒロヒロの喪失、これやってください、と。で、営業企画の人は、型の管理でね、収集と磨き込み。まあ、さっきの第一結集、第二結集みたいなやつのまとめ役やってと。で、ヒーローヒロインの発見、内示抽出、必修月での定期発信、ロープレ大会とか、ベストプログラムコンテストの企画とか、まあ、達成度レポートとかしてね、とか。こんな感じかな。で、事務局っていうのが、いろんな事業部にまたがって、動く人で、よいしょと。全社状況の可視化とか、経営ボードの把握、各事業部の成功と失敗の収集共有とか、各事業部の営業企画の支援及び代行。まあ、こう営業企画って存在がいない事業部もあるから、その時はもう巻き取ってねってやつね。そこから人事と連携して型の評価範囲を検討とか、そういうちょっと全社横断的な仕事をしてくださいねっていうのが、まあ、あるべき姿ですと。で、あれ、いなくなった でですね あーちゃん、おーいおーい、俺もわざといなくなったらどうなんだ。どうだ、びっくりするだろ。どうだ、びっくりするだろ。びっくりするだろ、ほら。おーい。ちょっと、あんたどこに行ったの？あれだ、インターネットの調子悪いんだな。ちょっとインターネット調子悪くない？ちょっと俺さ、じゃあちょっと なんだよ、いないよ、顔映ってないよ。まあいいか。で、ちょっとあと8分だからやるよ。でね、じゃあ、あるべき姿を今お伝えしたんで、ちょっとこれだけ避けてほしいって話があるんですよ。そういう時ちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけども、まずね、この事業部長クラスの人が、誰が責任を持って型業務、型関連業務するのか、役割分担を決めないっていうね。これやられちゃうと、みんな、いつまで誰が何するんでしたっけみたいになって、なんかポカンとするんですよ。なんでやめてほしいんですね。で、2番、型に無関心、業績向上や業務クオリティ向上につながっているかを把握しないと。まず興味持ってと。結局、業績メインの評価で型についての努力は評価しない。だと、現場しらけます。で、部下長クラスは、型の運用状況を把握しない、どんな型があるかもわからない、とか、型作りやロープレ推進の優先順位を下げる、とか、要は短期業績が一番興味あるわけですね。で、中期目線がないと。だと、しらけます。で、そもそも、型についての誤解。型にはめると反発が来る、自由な方がいいみたいなやつを解消しておらず、型の意味と価値をメンバーに伝えきれてないとなると、しらけちゃいます。これうまくいかないですよってことですね。で、営業企画とか事務局とか、このスタッフ系なんですけども、これやっぱりね、そういう人がいないとこの業務って回っていかないんですよ。なんだけど、よく起きる問題としては、このポジションをやる人がいない、いても片手間で評価されないっていう。これね、めちゃくちゃ共感を呼びます。ああ、うちの会社だー、みたいな。なんかやれやれ言うんだけど、結局やるやついないんだよね、みたいな。まあ、この事業部長の誰が責任を持って型関連業務をするのか、役割分担を決めないと、まあ、ほぼ似てるんですけど、やっぱね、あなたはこれやってくれって言わない限り、人って動かないですね。組織って動かないんで、それをちゃんと設定してほしいなって話ですね。で、2番、いつまでに誰が
何をするのかのコンセンサスが取れず、主体者が不明のまま時が過ぎるみたいなのになるんですよ。で3番、一方現場はですね、型をやれって言われて型が乱立するんですよ。第一結集の前のなんかブッダの教えみたいなやつですね。で、どれが正解か分かんなくして形骸化するんですよ。でそうすると皆が興味をなくして、まずは短期業績を追いかけて走っちゃうんで、おかえりんこ。はい、よかった、焦った。どうしたよ、どうしたよ。なんか急に落ちたよね。うん、入れなかった。さっき一回入ったんだけど声しか聞こえなかった。うん、なんかごめんなさい、宇宙人の会話みたいなんですよ。あわわわわわわって。え、本当、うん、やだ。でも大丈夫、俺一人でも進めることはできた。あ、偉い偉い偉い。うんこ事件、事件再びみたいな。これで最悪なのは俺がうんこ言っちゃうことだよね。最悪だよ、あっちもまあみたいな。俺さっきさ、いなくなったじゃん。うん。で帰ってきた時に俺がいなくなると面白いなと思って、こうやってめっちゃ面白い。で一人で、でこうやってったの。行けんだけど。で、ま、待ってたんだけど、一個で入ってこないから、うん、この企画は失敗したの。あ、失敗したのね。うん、なんだ。一生懸命こう、うん、からからぶった。すいません。いいえ。で、あ、そう、NG の話した。さっきのあるべき姿と逆にこれやんないでくれっていう、あーって話したんだけどね、うん、で最後がですね、一方現場は型を得ると言われてどれが正解か分かんないから形骸化しますと。だから第一結集をしない仏教の場合はもうどれが正解か分かんないから、でどれがブッダの教えか分かんないと信じる気なくすじゃない、うん、どうせ誰か適当に作ったやつでしょとか、どれ信じてもしょうがないでしょみたいになってやる気なくすということで、やっぱり、仏教もやっていた第一結集ですね、要はこう結集させる、磨き込むっていうのと、あと誰が何をするのかって決めるっていうのが失敗しないコツですよっていうのを伝えたいと、うん、そう、さっき思った、その課長とか部長あたりがさ、うん、そのメンバーがこの型女王とか王子がいるわけでしょ、うん、うん、いるの、こうやってピローン、人たちがこういうふうに型にしたいんですけどって言ったときに、うん、あ、電波悪くなりそう。電波悪いよ、電波悪いよ、もう悪い、もう悪い、もう悪いよ。ダメかな今日は。まあ、いっか。悪くない。なんか悪いよ。大丈夫かな。聞こえる？なんかね。声が聞こえない。まず画面がもう固まってるから、画面が固まっちゃってるんですよ。まあ今日は一回諦めようということでね。そうそうそう、こんな感じなんですよね。ちょっとあれじゃない、あ、ちなみにちょっと ロープレだけ言っとこうかな。じゃあ、あと3分なんで、真面目なし、ちょっとラスト頑張ると、肩装着のためのロープレをやってくださいっていうふうにお話をするんですけど、ロープレ、うちの会社やったことないですよねっていうのを結構いただくんですよ、ご質問で。で、ロープレ何かっていうのを最後ご説明しておきます。まあ、ロープレっていうのは、各担当がそれぞれ役割を演じて、一定のケースを想定して進めることで、問題点とか解決法を探り、理解させるための実践型研修なんですけども、メリットとしては、ノウハウの共有の速度とか質が上がるんですよ。で、再現性が向上します。で、うん、粘る粘る。画面消しとくわ。うん、ちょっと粘る。うん、あ、いいよ、画面出してないよ。もうあと2分だし。本当？うん、大丈夫だよ。ニコニコしといてよ。かわいい顔見せないや。何それ？いつも言ってんじゃん。画面出すとなんか固まんないか。大丈夫？固まるけど大丈夫だよ。あ、大丈夫ね。うん、で、いなくなったらごめんね。いいよ。で、あと1分だから。自信とか説得力の向上、課題や改善のポイント把握をするためにロープレが必要ですと。で、ロープレっていうのは、一方的にこうアウトプットする個人練習的な説明ロープレと、商談ミーティングロープレって顧客の反応に合わせて会話するやつ。で、まずに大きく2種類あって、それをごく一部だけ5分間練習するってやり方もあれば、全部一通り20分とか40分で行う全部ロープレって2個あって、うん、これを掛け算しながら毎日の練習メニューを決めてってもらえると、こうやってスケジュール組みやすいですよっていうことなんですね、うん、
で、なんかね、ロープレしろっていうと、ある商談を1時間分全部丸々やんなきゃいけないってなんか思い込んじゃって、いやー、うちにはそんな時間はねえだよっていうね、組織長さんとかいるんで、いやいや、そんなことないんですと。練習がちょびちょびやるのも練習ですよと。あと、個人練習も練習ですよって。それをプログラムして、最短の時間で最高の、最大の成果を上げることが大事なんですよ、みたいなことを言ったりすると。いうことなんですよ。以上かな。まあ、真面目な話はこんなもんかな。あと何十秒だから、なんか、バターかぼちゃだっけ？そこ戻る。だから今日ほら、それしか言ってないし、下ネタ。下ネタでもないよ。あ、そっか、下ネうタにも入んねえん、か。私的には全然。本当？お。え、ちなみにさ、グラスの持ち方でさ、今日ムラムラしてるかわかるとか言ってたよね。ああ、知ってる知ってる、そう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 。そう、知それってるっで、ていうか、私が言ったんだっけ、それ。こうですよ。そう、女子こうがやる人さ、女は子が、誘ってる人みたいな。本当にそのパーノウ、とかで。じゃそのノウハウだけみんなに教えてさ、今日練習。何それ。それも型じもうゃん、終わるんじゃないの？型。ほら、もう50分になっちゃった。型。あ、終わった？あ、終わりました。あとバツって9、切れちゃう。8、あと8秒。じゃあ、じゃあ、やっといて。あと5秒だから。そうやってる人いたら、今日誘って、ください。じゃあ、さよなら。